我が知見こそ。元成様、ご采配を。ちょいとて集え日の元の強者よ。元成様、ご采配を。天下創生の御事のり、我が毛利は足利義輝の才華を仰ぐ。その旨、直ちに足利へ使者を立て伝えよ。将軍よりの才華を。それは我らが足利に下るということでしょうか。そうだ、他国にもそう思わせるのだ。足利の意向は今なお絶大。背後にあらば我が毛利軍は官軍と同義よ。官軍相手とならば敵に迷いも生じよう。そこを突き一気加勢に国を切り取り、天下を掌握せしめる。なるほど、さすがは元成様。見せかけとはいえ、しばし毛利は足利の駒となる。当面は公方が信を得るための戦だ。心せよ。今日を世の乙女を癒す日とする。みんなゆっくり休んで行け。癒すと言ってもお湯しかないのね。まああなたなら仕方ないのかしら。姫巫女殿、どうだろう。あまり立派ではないかもしれないが。そんなことはありません。間近で見るととっても大きくてふわっと柔らかそうです。まじまじ見られるとちょっと照れるな。でも少しくらいなら触っても大丈夫だぞ。羨ましいです。何を食べるとこんなに大きくなるんでしょう。これは一体何の話を。拒絶。男神を期待するだけ無駄だ。私たちで守るぞ。はい。やけもっともっと働いたらご褒美をあげる。我らの特別な舞よ。はい。女衆に任せたいところだけどね。俺たちとしては焼け焦げろ。消え去れ。焼け焦げろ。消え去れ。見たか。はっ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。
確かに、ご立派ですな。見たか。しなやかで可愛いネストラだろう。よし、特別だ。私の愛子と戯れても構わないぞ。ほら、思ったより滑らか。いいお湯じゃない。はい。定められた才能よ、貴様には傾かん。弱みの後はぜひ私の占いを。いいですよ。ちょこっと汗をかきました。ジャブーンとお風呂いただきますね。孫一殿、どうかこの手で直接その、それを。他人に触れられるのは苦手だが、まあ構わない。減るものではないが、優しくな。おお、これが男どもを虜にする孫一殿の。こら、少し乱暴だぞ。撫で回される方の耳になってる。これは失礼。つい感触を手に焼き付けねば。おなご同士で一体だけ何か。相手は大丈夫でござろうか。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。なんだ、お前もこの砲台に興味があるの。せっかく珍しい武器を試していたのに邪魔が入ったか。最下州の砲台の話でしたか。拙者はてっきり、いや、いいお湯、ちょっと出てきたわ。男たちを手玉に入ってくれるのか。見事、我らもその戦法を学ぶべき。見てみよう、お前の力は我らと互角。それ以上、せっかく来たんだ。少し温まって、油とすすを落としていくか。見たか。相手方を見くびるな。私たちが出る。定番だ、主人か。力に物を言わせて。無敵だ。見たか。男衆みたいな雑魚に手を出すんじゃないよ。見たか、見たか、知ったか。俺は無敵。お前たちはまだまだ乙女の武器を分かってない。私が見てやる。女同士なんだ。ほら、遠慮するな。俺が脇役。ナオコロ様、こんな場所でしたら乙女としてなのに。私相手に恥ずかしがっていてどうする。時には大胆。ほら、胸を張ってもっと上向きに。はい、こうでしょ。ほら、無駄に揺らすな。美しく見せたいならまず背筋を伸ばして姿勢を正せ。拙者、叱ってこの門の先に興味などありませんが、急ぎ突破いたしましょうぞ。どうしたなでしこたち、もっとしっかり振れ。なぎなたは乙女の武器、それで男どもを打ちのめすんだ。やはりなぎなたの稽古でしたか。まさしく、はい、拙者の読み通り。この通り、ナオコロ様の命により通すわけにはいきません。しのいであいに来るのよ。貴様は来ない。ガシッと一緒に頑張りましょう。
ねえのね。男がのさばり。お前のような何食わぬ顔の男が一番怪しい。女風呂は断じて覗かせない。アリアが入浴中だ。話し相手が欲しいところね。誰でもいいからいらっしゃい。明日ないぞマリア。もっと乙女のつつましさをわきまえろ。あら、なんだかちょっと泣けていかないわね。美しいと読む。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。確かに私としたことが乙女の憩いを危険にさらすとは。いいお湯だった。気分がいいから一差し前を見せてあげようかしら。マリアもこの人の良さを認めたようだな。結末などすでに見えておる。気はないから。ここれか男して前のなぎなたを持て。ただちに。そりゃ敵方も動揺したとはなるよな。私が倒れて男衆に血がつくか。あなたは幸運ね。倒れる前にわらわとの思い出が。また少し汗かいちゃった。今度の湯船はどこがいいかしら。焼け焦げよ。消え去れ。照らし尽くせ。アマテラスよ。この世にはびこる無知蒙昧、愚かなるいさかいの火を。